はい、時刻は7時を回りました。 FM 小座のスタジオから今日も生放送でお届けいたします。ここからの時間はわらベンチャー応援ラジオ PTA パーッと楽しくあいえな、進行は私中野町小学校 PTA 4年生になっちゃいました宮島真一と FM 小座の生城めぐみです。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ何度も言いますけれども、1週間1ヶ月あっという間にですね、本当ですね、月曜日やってくるわけなんですけれども、まあ完全に先週の放送の時はまだ梅雨入りしてなかったよね。そうですね、うん、いつ入るのかなっていう話をしていた気がします ね。なんか今年のおつゆさんはなんかあれですね短い感じがしそうですね。そうですね、ひょっとしたらね、はいはい、まあ、ちょっと台風とかもありましていろいろ先週あったかと思いますけれども、うんうん、まあしっかり梅雨の季節になってしまいました、はい、梅雨の季節に入ったらね、うんうん、はい、車のあのワイパーかけるとこ窓フロントガラスとか、はい、あの、うんうん、弾くやつやるじゃないですか、はいはいはい、あれすごいね。すごいですよね、バンバン弾くね。全然違いますよね。なんかね弾きすぎちゃってね、あのお水も出るじゃないピューって あれがね上まで行っちゃうんだよね滑ってびっくりしちゃった俺上までそうそうそう、やる必要なかったんだけどやってみたんだよ。すごかったね、びっくりしちゃって、うん、そんなこともあったり、今日はね、はい、何年かぶりだろうな、うちのかみさんがね、うんうんうん、あのタイヤをちょっとあの路肩というかちょっとした段差にちょっとバーンってぶつけたっつって、うんうん、あのパンクしたっつって、もう呼び出し食らって、あららららあの久しぶり何年ぶりだろうなタイヤを取り返しましたけれどもね。大丈夫でした？まあでもね結果ね、まあ良かったんですよ、ちょうどすり減ってたしね。ああ、じゃあもうタイヤの買い時だったってことですかね。そうそう、ちょうど買い替え時でね、ひょっとしたら買いといてよかったのかもしれないけどね、2本1万6000円飛んだ出費をしてしまいましたね。あ、ご愁傷様です。まあまあまあでもねまあ安全と思えばね、はい、安全を買ったと思えばもうそれはもうしょうがないです。そうだからリスナーの皆さんもちょうどこの時間はお仕事終わりでね移動中の方もたくさんいらっしゃると思います、うん、現在 FM 小座の上空はちょっと曇り、少しちらほらっと降ってるかなぐらいなんですけども、ちょっと小雨かなって感じです ね。まあでも路面はまだ濡れてるのでね、うんうんうん、ひょっとしたらタイヤがすり減ってるまま走ってはいませんか？いませんか？大丈夫でしょうか？はい、はい、もし気になる方はぜひチェックした方がいいかと思いました。はい、ね、そんな一日だったんですね。お疲れ様です。さあ、はい、切り替えていきましょう切り替えていきましょうね。さあ、この番組わらびんちゃ応援ラジオ PTA パート楽しくあいえなは沖縄市内にあります、小学校中学校それぞれのですね、学校の皆さんに遊びに来ていただいて、もちろん児童生徒お父さんお母さん学校の先生地域の方々来ていただいて、その地域の学校の楽しいこと、どんなことやってんの、あんなことやってる、これからこんなことやっちゃうよとかですね、そんなゆんたく1時間生放送番組でございます。番組ではリスナーの皆さんからの応援メッセージをお待ちしておりますよ。本日のゲストは沖縄東中学校のメンバーがスタジオに遊びに来ておりますので、東中学校にゆかりのある方、近くに住んでる方、地域の方、お父さんお母さん、もちろん児童生徒の仲間たち、もし聞いていたらですね、ぜひ応援メッセージ送ってくださいね。 E メールアドレスは761@fmkoza.jp、 リスナーの皆さんが持っている携帯電話、パソコン、スマホからダイレクトに E メール送ってください。バンバン紹介していきますよ。もう一度言いますね、 E メールアドレスは761@fmkoza.jp。 番組ではツイキャス、そしてユーストリーム、インターネットを介してスタジオの、雰囲気が分かる見えるラジオってなってますので、ぜひインターネットチェックしてみてください、聞いてください。インターネットでやってるってことはですよ、はい、世界中で見れるということなのでね、そうです、あのバリ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 あの世界からですね、うん、あの世界のうちなんちゅの皆さん、はい、ぜひ FM 講座を聞いてる方、今日は東中学校、沖縄市にあります沖縄東中学校がゲストとなってますので、応援メッセージぜひぜひよろしくお願いします。わらびんちゃ応援ラジオ PTA パーッと楽しくあいえなー、この番組は沖縄市 PTA 連合会、そして殺虫剤のふまきらの提供でお送りします。はい、手の具合で CM が1分、まあ、プロですから。すごい、面白いだね。どうしよう、どうでしょう、やってない、失礼しました今からちょうどみんなが出るタイミングで失礼しました。1曲目は何しようかな、どれでもいける感じなの、はい、言えば、うん、はい、ちょっと間違えた、間違えた、気まぐれロマンティックは用意してあるけど、残りじゃまた何でも映画言えばすぐ忘れます。了解です。閲覧3人、こんなもんでしょ、経由認定。
誰だろう見てんの。これね、CM が流れててもこっちは音が拾ってるんですよ、ユーストリーム。なのでこう、恥ずかしげなことを言ったりとかして。なんかありますよね。大丈夫。さあ時刻は7時5分を回りました。本日は5月25日月曜日ですね。本日のゲストは沖縄東中学校から、今日はですね3人という非常にやりやすい人数となっております。だって先週とかもねすごかったもんね。すごかったね。でも入りきれませんでしたからね。そうそうそう。あでも今日はですね非常にいい感じでゆったりまったりこじんまりとお届けしていきたいと思います。沖縄東中学校からまず今日はね先生も来ていただいててですね、先生とはまずはじめにユンタクしてみたいと思います。先生こんばんは。こんばんは。自己紹介をお願いします。はい、沖縄東中学校職員の榊原と申します。榊原ゆき先生、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。いいですね。もう今日は生徒に支えられていく感じですね。もちろんです、ね。はい、もう僕は ゆき先生と呼んでもよろしいですか。もちろんどうぞ。はい、ゆき先生は多分僕と同世代ぐらいなのかなという気もしますけれども、先生は今沖縄東中学校、はい、何の先生ですか。科目は、うん、は音楽です。あ、音楽の先生、はい。沖縄市は吹奏楽部結構レベル高いし盛んですね。盛んですよね、はい。東中学校どんな感じ。頑張っています。頑張っています。音楽の先生か、ね、いいですね、はい。今学校で何だろう、まあ、盛り上がっていること楽しいこといっぱいあるかと思いますけれども、ゆき先生が東中学校で、まあ、誇りに思っているこういうところいいところだなって思うところを教えてください。はい、職員も生徒もみんなが元気があるっていうところですかね、うん。なるほど、はい。学校に行くのが毎日楽しいですね。それが一番ですよね、はい。仕事に行くこと、学校に行くこと、子どもたちもね、うん、学校に毎日行きたいと思うぐらいね、まあ、ちなみにゆき先生は学生の頃、中学生の頃毎日学校に行きたかった。行きたかったですね。本当。はい。あ、ここ裏切らないんだね。あ、裏切りませんね。あ、そうですか、はい。なんで学校好きだったの。友達と会ったり、うん、なるほど、この喋ったり部活したり、うん、っていうのが、うんうん、まあ、勉強っていうところが出てこないのが残念ですけど。なるほど。でも、はい、いい友達いい雰囲気だったんですね。はい。ゆき先生はちなみに出身中学はどこですか。と長崎県の佐世保市立比喩中学校です。へえ、知らない。そうだと思います。佐世保。ああ、そうですか。ちなみに僕のかみさんは島原出身で、何年か前にドライブで佐世保を通過するぐらいのことはありましたけれども。そうですね、同じ長崎なんですよ。はあ、じゃあ出身長崎なんですね。はい、そうです。へえ、これ長崎で聞いてる方いたらね、何中学校って言いましたっけ。比喩中学校ですね。比喩中学校。比喩、どんな漢字書くんですか。日本の日に宇宙のうですね、うん。比喩。比喩。比喩。はあ、変わった。これはとその地名の名前なんですか。地名ですね。へえ、はい。その中学校の時、比喩中学校の時は部活は何だったんですか、先生。私はバレーボール部に入っていました。バレーボールジラージラちょっとちょっとスパイク打ってるジラー。スパイクじゃなくてレシーブ側だったんですけど。あ、本当ですか。はい。それは小学中学高校とやってたんですか。いや、中学だけバレーボールですね、うんうんうん。あとは水泳で。なるほど。あ、はい、水泳、はい。中学の時そのバレーボール部だったってことは大会にももちろん出たり、ね、出なかったり出たり出なかったり。その時のやっぱり中学校の時の友達って今でもお付き合い繋がってます。あ、はい。それこそフェイスブックだったりなんだりで。あ、先生フェイスブックもされてるんですね。やってるんですね。あ、いいですね。でもそうやってね、ちっちゃい時からの友達が今でもつながってるっていう意味では、そういう SNS の使い方って楽しいですよね。うん、はい、うん、とってもありがたいですし。なるほどね。榊原先生、沖縄に来たっていうのはなんか特別なきっかけがあったんでしょうか。そうですね、大学進学が沖縄ということだったので、うんうんうん、そのまま居座り続けているという感じですかね。なるほど。大学はどこだったんですか。は琉球大学です。琉球大学、はい、教育学部、はい。あ、もうじゃあもうチブラじゃないですか。いやー、そうでもないと思いますけど。その学校の先生になってみたいと思ったきっかけっていつだったんでしょうか。は中学校3年生の時の担任の先生との出会いですかね、うん。はい、どんな先生だったんでしょう。最初はとっても細かくて、うん、もう本当に嫌だったんですけど。その細かいっていうのは何。もう一人一役があったり、うんうんうん、もう何でもいろんなことを制限されている感覚で、ははははとっても苦しかったんですけど。なるほど。でも
ある時ふと気がついたのは、当たり前のことが当たり前にできていなかった自分がいたっていうところに気づかされて、やっぱしっかり当たり前のことができないと何も大きいことにもつながらないよっていうのを身をもって教えてもらったなっていうのが、はい、なるほど。で、中学校の先生になりたいなと思いました。あ、そういうこの、まあ、先生のいわゆるその教育方針っつったら固い言葉かもしれないですけれども、うん、なんかチームプレーを促すようなそれはルール作りだったってことですよね、うん、きっとね。そうですね。もうそういうのに気づいてくれたっていうのは先生本当嬉しいかと思いますよ。あ、ちなみに名前って覚えてますか、先生の。はい、堀江先生です。堀江先生聞いてますか。あ、そうですか、はい。でもあのこの番組でいろんな先生の方にもどうやってあのどういうきっかけで先生になったんでしょうかって伺うと、うん、割と多いんですよね、憧れの、うん、あの尊敬できる先生が、うん、その中学高校の時にいたっていうのをですね、その堀江先生が、いたから今の雪先生がいるってことなんですね。はい、うんうんうん、そうですね。なるほど、はい。それでが中学の時の先生、はい、でそれで高校行って大学行ってっていう流れでもずっと先生になろうという夢は持ちつつ進学していったと。そうですね、うんうんうん、はい。でそこで音楽の先生じゃないですか。はい、これまた音楽の先生っていうのも一つきっかけがあったと思うんですけども、はい、どういう経験から。音楽は小学校の時からずっとピアノを、習っていて、やっぱ音楽するのが好きだったんですね、自分で演奏したりとか、うん、でやっぱ中学校の時の合唱コンクールで学級が一つになっていったり、うん、喧嘩したり、うん、またまとまってっていうこの流れがとても心に残っていて、うん、でこの堀江先生もこの合唱の時一生懸命、うん、なるほど、一緒にやっていただいて、うん、音楽ってなんて素敵なんだってっていうのを改めて思ったので、うん、この思いを生徒たちにも伝えたいなというのがあります。なるほど、なんて素敵なゆき先生。でもねピアノって憧れるよね。ねピアノ、これはあの両親からピアノ習ってこいみたいなきっかけだったんですか。いや、姉が通っていたので、 あなたも行ってごらんみたいな感じですね、うんうん、行ったら楽しかった。最初あんまり記憶がないんですけど、うんうんうん、小学校 3,4 年生ぐらいの時は一旦辞めたいと思った時期があったんですけど、うんうんうん、当然辞めさせてもらえなかったので続けていったらどんどん楽しくなったって感じですね。うん、なるほど。続けていけたっていうのはやっぱり途中楽しくなってきたのかな。はい、やっぱり弾ける曲が増えてきたりすると練習も楽しくなってくるっていうのがありました。なるほど、はい。俺もね楽器なんか適当なギターとかねそんなことはやってましたけれども、上手くなったらもっと楽しいんだろうなっていう気はするんですけど、僕も今子供が3人おって、うん、あのそろばんを習わせたりとか ね舞踊を習わせたりとかってやってるんですけど、うん、まだピアノっていうのは教えたいというか行かせたいと思ってるんですけどね、はい。いやー、やっぱり弾いてもらいたいな。で、教わりたい。そしてだって楽器できたらいいよ。いいと思いますね。他に楽器は先生できないの？リコーダーはできます。あ、リコーダーいいね。いいね。僕もリコーダー大好きです。あの結構ね耳コピするのが大好きで、あのすごい。この間ふざけてあのアマちゃんのテーマ曲とか、はいはい、友達にギターをコードをコピーらせて、でメロディーはパラッパ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 ラッみたいなやつとかをもう耳で聞いて触ってやるのとか好きなんですよ。昨日もねダース・ベイダーのテーマ曲をねずっと探したんです、音を。3歳の子供を目の前にして、こうねってだから目の前にある楽器でテレビから流れる曲ができるんだよっていうのをちょっと見せつけたくって、多分きっと子供ってあこうやってできるんだって目の前でやるときっと感動するかなと思って、はい、心が動くと思います、ねえ、はい。先生はでも今学校で子どもたちの心を動かしてると思うんですよ。どうでしょう。ねえ、どうでしょうか。今頑張ってるっていうその吹奏楽部のメンバーは今何名ぐらいいるんですか。37名ですね。37名、はい。これを束ねる指揮するのも先生生徒どっち。は私たちがやります、うんうん、先生が、はい、指揮ってそれまた気持ちいいでしょ。まあ気持ちいいというかまあ
いろんな思いがあるので、この気は張り詰めてはいます、うん、なるほど、はい、いいですね。近いうちに今年は吹奏楽部の大会とかってあると思いますけども、はい、いつ頃なんでしょうか。6月に沖縄県の吹奏楽祭が沖縄市民会館であるので、うん、それに、はい、出ます。なるほど。これは一般の方も見に行くことできるのかな。もちろん、ただ入場料がちゃんと出て、はい、なるほど。あ、それはいいですね。6月はいつですか。13、14ですね。13、14、沖縄市民会館、はい、これは県の吹奏楽祭です。なるほど。これは別に大会とかではなくて、はい、うんうんうん、吹奏楽祭祭りなの で小中高一般大学、うんうん、みんな出ますね、うんうん、いいですね、はい、それに向けて今練習してる楽曲は何でしょう。は7月のコンクールで演奏する曲ですけど、うん、バビロン川のほとりでっていうのを練習しています、うんうん、ほう、1曲だけなんですか。1曲だけ。ちょっとやっぱコンクールに向けて絞っていこうということで、もう一人の先生と相談してこの曲1曲に今絞っています。へー、曲名もう一回教えてもらっていいですか。バビロン川のほとりで。どんな曲ですか。聞いたらみんなわかる感じの曲。どうでしょうか。ちょっとわからない。わからないかもしれないですね。でも吹奏楽をやってる方たちはご存知だと思います、うん、じゃあ興味のある方はぜひ6月13、14、はい、沖縄市民会館で県の吹奏楽祭、はい、あるということなので、リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。じゃあここで1曲お届けしたいと思います。榊原由紀先生のリクエストナンバーなんですけれども、この曲はなんでこの曲を選んだんでしょうか。あ、どっちですか。マッキーの方です。あ、マッキーですか、うん、私がマッキーが好きというだけですけど、うん、やっぱこうなんでしょう、マッキーがデビューした時の衝撃の強さ、うん、ああ覚えてますよ僕も。大体同世代ですね、はい、きっとね、はい、はいはいはい、なんて歯並びが悪いんだみたいな、ね、いやいやいやあそこじゃなくてなんて素敵な声でこうしかもピアノ、ね、鍵盤弾きながら歌われてるっていうのが、うん、やっぱこうグッと来て、うんうんうん、この曲が大好きですね。なるほど。僕もこの曲が好きでね、僕の話ちょこっとだけしますけど、これ映画 の主題歌だったんですよね。あ、覚えてます。そこまではちょっと、そうなんですよ、うん、これね、織田裕二さんがまだ若い頃で、今毒舌ですごくテレビに出てる坂上忍さんも共演していた、うんうん、あの就職前線異常なしっていう映画があったんですよ。へ、大学生を演じてて、まだ彼らのだからもう二十何年か前の話ですけれども、この時の主題歌だったんですよこの曲。その映画を僕映画館で見て、あのレコード屋さんに行ってマッキーの8センチシングル CD を買いました。あ、覚えてる。覚えてないのめぐちゃん。昔 CD ってあのちっちゃかったのよもっと、うんうん、まあ、僕らはもっとレコードから聞いてるんですけどまだ新しい方なんですけどね、それをまだ未だに持ってますお家に。じゃあせっかくなんで、沖縄東中学校音楽の先生榊原由紀先生のリクエスト曲、曲紹介お願いします。はい、牧原紀之でどんな時も。ほい、先生いいじゃないですか。全然変わらない。汗がずっと出ています。いい先生、上手ですよ。上手ですよ。どっちが緊張するわ。声なんか入ってます。今あのラジオ上は入ってないけど、ネットだけは出てる。大丈夫ですよ。今日21人っていう。すごい。見に来てるってことですか。あ、メッセージ来てますね。これ曲明けに紹介しましょう。すごい。あ、お茶。お茶なんですね。メールも来てるんで。あ、そっか、今ツイキャスの人も音は聞いてるので先に読んでおきましょうか。ラジオネームゆみっちゃおじさんから、あら可愛い娘さん2人いますね。宮島さん、学園映画でも作るのかな、ピアノ弾ける人憧れるな。私はピアノの上に両手を広げると指がつり、それ以来ピアノの前に座りませんがピアノってとりあえず弾く曲ってなんで猫踏んじゃったなのかね。今の子供たちも弾くかね。猫踏んじゃったできますか。猫踏んじゃった弾きますね。弾きますよ、習ってる。あ、習ってる。え、2人とも吹奏楽やってきた。全然違います。じゃあ曲明けは2人にまたフォーカスして、途中途中また陸先生にもパスが出るとか出るもう安心したらダメダメダメ。すいません、すいません、ちょっと良いの放送部とかやったことある。せっかくだからこれやりますか。やりますね。僕は振りますねこれ、はい、ちょっと読んでるね。映画は何年の映画ですか。僕が
僕は中学3年だか高1だかぐらいだから1980年代ですよ。おそらく。嘘でしょ、めぐちゃん。あんたいくつよ。そっか、じゃあ生まれてるか生まれてないかぐらいの。あ、じゃあ生まれてないわ。持ってますよ、おちゃん。どんな時も。いい曲ですよね。僕が中、そうだ、中学生の時だ、俺が中3の卒業の日、卒業式か何だかの日に歌う曲決めようってなった時に、俺どんな時もやりたいっつって、どんな時もにもなった記憶がある。だから中3だ、同じ時にね。じゃあ同世代じゃないですね。いやでも多分同じぐらい。あ、でも同じぐらいですね、はい。アラフォーですね、じゃあ。はい、アラフォー。先生、そうなんだ。そうだよ。アラフォーって言ってまだ30代もアラフォーですからね。あ、そうなんですか。そうだって35から39もアラフォー。うん。四捨五入したら40。そうそう、四捨五入。そういう意味。アラフォー。アラフォー。アラフォー。35から40、39までの間って、俺自分何歳だっけ今ってなるけど、うん、40過ぎたら一回こうリセットされるっていうか、また1からって感じで。あ、マジで、うん、でもまた多分40、45ぐらいからまた忘れてくる。誰だろうこれ。これは、これも読みましょう。2回目あとね、文章すげー。あ、なんかちょっとアップルームって、あの、お友達じゃない。合わせしょう。私は学校の途中、ちょっと話して、過ごし M1 誰かの父ちゃん、30分前後は分かんない、他のたちの世代ではない。そうですね、今は現会長ですかね。うーん、何だろう、今の人明るくなった。お父さん、お母さん、それより。うん、と思う。うん、そんな感じ。あれですよね、キーボード。うんうん。どんなんならこですね。あの、あれですよ、スパイのキーボード。そこへ先に行きましょうか。BGM を付けた。宮城さん、先行きましょうね。うん、でも。声。あ、OK だ。はい、お届けしたのは沖縄東中学校音楽の先生榊原由紀先生からのリクエストソング、槙原敬之のどんな時もお届けしました。時刻は7時23分になろうとしております。本日もエビ横さんのスタジオから生放送でお届けしているこの番組はわらびんちゃん応援ラジオ PTA パート楽しくアイゲーナーです。メッセージが届いてますので紹介しましょうね。こちらはラジオネーム合わせ小学校 OB さんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは、宮島さん、いつも楽しく聞いています。森田香南さんは2回の実演なので緊張してるかな。副会長の竹西香南さん、緊張してるみたいですね。まだ今から声出すからね、うん、始まってしまえば大丈夫です、ね、そうね。そして、生徒会は、榊原由紀先生おしゃべり上手ですね、子供たち勉強がそして楽しそうですね、というメッセージいただいてます。嬉しいですね、聞いてくれてるリスナーいますよ、うん、ありがとうございます。そしてツイキャスからもいただいておりますね。ラジオネームいみっちょおじさんからいただいてます。あら、かわいい娘さん2人いますね。宮島さん、学園映画でも作るのかな。そして先ほどの話題ですね、ピアノの話。ピアノ弾ける人憧れるな。私はピアノの上に両手を広げると指がつり、それ以来ピアノの前に座りませんが、ピアノってとりあえず弾く曲ってさ、なんで猫踏んじゃったなのかね。今の子供たちも弾くのかね。みんな弾く？弾きますよ。弾きますね。本当。みんな弾くよね。みんな猫踏んじゃったね。ピアノできるみたいな。そうかそうか。もう一つメッセージ来てます。
同じくイビッチおじさんですね、懐かしい歌だね、牧原紀之の歌声がラジオから流れてきて、なんて綺麗な声だなと思って、どんな美しい人が歌ってるんだと思ったけどテレビを見て彼を二度見したものです。面白いですね、まあ、みんないろんなね感動の仕方がありますけどもね。番組引き続きエベベコザのスタジオから生放送でお届けしておりますよ。番組は8時まで生放送しています。今ラジオを聞いているリスナーの皆さんも、もし知り合いにですね、沖縄東中学校のですね、つながりの方がいらっしゃいましたら、ぜひ FM76.1MHz FM コザをチェックしてくださいと、ぜひ宣伝していただきたいと思います。あとインターネットを介してユーストリーム、そしてツイキャスでも見えるラジオとして生放送もやっておりますので、ぜひそちらの方もチェックしてくださいね。よろしくお願いします。さて、ここでですね、ちょっとインフォメーションを紹介していただきたいんですけれども、自己紹介の前がいいのかもしれないね。はい、がいいかな、なんとなくね、そんな気がしました。じゃあこれをね、番組内での呼びかけ、これはですね、迷子の子犬のですね、インフォメーションですね。じゃあお願いします、どうぞ。これマイク近づけて、うんと、うん、名前はタマで、トイプードルで、メスで9歳です。日時、うん、日時は2015年5月23日土曜日。この間の土曜日だね。はい、うん、で場所は沖縄市中央2丁目付近、うん、パークアベニュー内で買い物に出かける際に自宅から抜け出した可能性があり、夕方買い物から帰って来て自宅にいないのに気がつきました。性格的には少し吠えますが人懐っこい犬です。トマト優しく呼ぶと近づいてきます。連絡先どうぞ。連絡先 090-8623-5289 崎原です。見つけていただいた方には少しですがお礼もいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。てな具合で FM 講座からですね、こういう呼びかけの反応インフォメーションがありました。改めてもう一度紹介しますね。名前はタマちゃん、トイプードル、メス9歳です。タマと優しく呼びかけてください。トイプードルで、まあ、茶色、目も茶色、首輪はしていないそうです。先週の土曜日に千代パークアベニューで、迷子になってしまいました。迷い犬になってしまいました。連絡先は崎原さんまで、電話番号は 090-8623-5289 090-8623-5289、 もしくは FM 講座でもいいのでですね、ぜひ見つけた方、トイプードル、茶色のちっちゃなトイプードル、名前はタマ、茶色のトイプードル、首輪はしていないそうです。ぜひ気づいた方はですね、タマと一言まず声かけてみてください。リアクションするかと思います。ご協力よろしくお願いします。はい、てなわけでここで一発 CM を挟んだ後にですね、沖縄東中学校の生徒会のお二人、今日ですね女子の二人が来てますのでいろんな話をまた言ったり聞きたいと思います。それでは一旦 CM、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。2人今日はね、校歌をアカペラで歌ってくれるそうなので一番だけ、一番だけ、あ、そうなの、はい、オッケー、一番だけ、3番だけとか長いね、一番通常はね、波の窓にカーが来て海にいいか、そうだし、席を開く、どの都合、君の街は、君さらに立つ、輝く心。先生、先生一緒に歌いましょう。だって私の声だけ大きくなるから。そう。じゃあ、番組の中始まります。はい。はい、始めます。はい、時刻は7時29分にまもなくなります。わらびちゃうえんラジオ PTA パート楽しくアイエナ、本日のゲストは沖縄東中学校から来ておりますよ。それぞれ自己紹介をしていただきましょう。お願いします。沖縄東中学校生徒会長の森高南と、沖縄東中学校生徒会副会長の竹西香南です。なんか2人の名前が似てるんだよね。はい、似てます、ね、よく間違われますよ、本当。森田香南香南です。と
竹西カノン、はい、カノンカノン、はい、カランカノン、なんのです、なんのです、なるほどね。じゃあまずは、カノンさんから、はい、学校で頑張っていることは何ですか？生徒会活動と、うん、3年からは勉強をしています。3年から勉強しています。なるほど、それまではどうだったんでしょうかって話ですけど、そこら辺はね、カノンさんは学校楽しいですか？楽しいです。どんな時が一番楽しいんでしょうか？もう一番は、ふざけている時とか、うん、もうみんなで笑っている時とかが一番楽しいです。ということはたくさん友達がいっぱいいるってことだね。はい。そうなんですね。沖縄東中学校ってことは小学校の時は合わせ小学校なの？いや、尾藤小学校です。あ、そっか、いくつかの小学校から集まってくるだろうね。尾藤小と合わせ小から、うん、そうかそうか、尾藤小学校の時からの仲間もたくさんいるわけだね。じゃあね、はい、生徒会の活動をしてるということなんですけど、他にも部活なんかもやってるの？部活はやってないです。うんうん、ピアノと塾にやってます。ピアノまでやってんだ。ピアノはいつ頃からやってんの？ピアノは3歳ぐらいからヤマハに通い始めてます。うん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 、なるほど。楽しい？楽しいです。うん、これからも続けていく感じ？続けます。あー、いいね。あの3年生から勉強始めてあの、まあ、書いてますけれども、まあもうそうだよね、受験だもんね。はい。そっか、もう志望校とかって決まってたりするの？決まっ2校、うん、決まってます。2校どっちかっていう、ほんとそこに向けて、はい、もうこれから勉強だ。はい、本当に。でもなんか全然あれだね、あはははみたいな。まあ全然大丈夫。はい、うん、大丈夫。やることやったら大丈夫みたいな。いいですね、はい、じゃあ次はカナンさんに聞きましょう。はい、カナンさんも同じく生徒会活動。はい、生徒会活動どんなことするの？やっぱりあれですかね、行事の裏方としての仕事が多くて、陰で学校を支える感じですかね。陰で学校を支える、なんかすごいですね。かっこいい、かっこいい。へえ。この生徒会っていうのはどうやって決まるの、メンバーは？あれですね、やっぱり立候補して、この会長副会長は、投票で決めます。会長会長は投票で、はい、ちなみにカナンさんは 何なの、役割、肩書きというか。一番トップ生徒会長です。会長さんだったのね、はい、失礼しました。いえいえ、どうですか、大丈夫ですよ。じゃあ投票で決まったわけだ。はい、なるほど。これさ、選ばれた瞬間ってさ、どんな気持ちだったの？嬉しいっていうのが一対一ですけど、これからみんなで頑張っていこうっていう気持ちですね。偉いな、カノンさん。しっかりしてる。ね、カノンさんは役割的には何？役割、カノン、あの副会長が2人いるんですよ。それの1人です。あ、副会長なのね。はい、1人です。なるほど。なんかみんな仲良しそうだね。メンバーは何人なの、生徒会の？25人ですね。お、多いね。はい。こんな多いの今って。執行部員が。うん、1年、あ、2年3年合わせて23、なるほど。なんか僕らの時の時代となんかちょっと違うような気がするな。長崎の中学校はどうだったんでしょうか、ゆき先生。中学校の時の生徒会の記憶がございません。多分ですよ、多分5、6名だったと思うんですよ。うーん、中学校が5、6名でした、ね。あ、ほんと。中学校からもうちょっとこうチームで作るみたいな感じなのかな。一クラスって感じの ね。おー、なるほど。あ、これはじゃあいいことだね、うん、いろんな行事をうまくね回すねためにはね。なるほど。そんな生徒会長のカナンさん、学校で楽しいことは何でしょう？カナンさんと同じようにみんなでたくさん笑い合ってる時が一番楽しいです。二、はい、人はとても仲良しだと思うんですけども、二、人の共通の話題とか好きなこととかって一番またユンタクでは盛り上がると思うんだけど、何のことでよく話したりするの？何を話すよ、いろいろ話すね。何かな、あの先生怖いよとかそれはある。あ、怖い先生は一応いるんだ。怖い、はい、怖い先生いますね。ほんと今日の授業さみたいな、あの人やめとけみたいな。あ、やめとけ怖いものを言うみたいな、黙ってこうみたいな。まあでもね、厳しい先生何人か絶対いるもん、それぞれ学校にね。まあ、そんな中で、ゆき先生は多分相当優しい方だと思いますけど、2人にとってゆき先生はどんな先生？じゃあカノンさんから聞きましょう。テキパキしてても
なんかいろいろ言ってくれる先生で優しい先生です。おお、優しい先生。別に目の前にいるからそういうこと違う違ってあかなさんはどうでしょう。そうですね、うん、なんか頼れる先生で、うん、何でもなんていうんですか、この自分が疑問に思ったこととか、うん、聞いたりすると全部答えてくれて、うんうんうん、いつも本当に真面目な先生で優しいですよ、うんうん、なるほど、はい、嬉しいですね先生。そんなこと言われちゃいましたけれどもそんなこと言われてどうでしょう、はい、恥ずかしゅうございます恥ずかしゅうございますね。なるほど。でもとってもね、とってもいい雰囲気だと思いますね。さてここでですね、ちょっと2人に、これからの将来の夢とか目標とかもですね聞きたいと思っているんですけれどもどうしようかな。聞く前に1曲ブレイクタイム曲挟もうかな、どれにしようかな。じゃあまずカノンさんから聞こうかな。何いくつか書いてるんですけども、はい、今の気分に合わせて。今の気分は、うん、バックナンバーのヒロインですかね。ありますかね。ちょっと探してもらいましょう。はい。それ探してる間にちょっと改めてまた番組からですね、あんまりやったことないですけどね、今日はゲストもですね、まあ、3名ということなので時間もゆったりなので、うん、たまにはあまりやらないっていうかほぼ初めてやるんですけどもね、うん、お天気情報なんかやってる、初めていい、そんな思いつきましたんでね、結構お天気気になるじゃん今梅雨だし ね、 そうです ね、 ね、ちょっとお天気をちょっと紹介したいと思いますよ。雨降ってるのかな。ねえ、ちょっとお待ちくださいね。暗いからよくわかんない、さっき降ってたけど、うん、でも熱ちょっと濡れてるかも、うん、ねえ、ちょっと気になる、ね、ワイパーはしてないから、うん、すごいよく見てる。はい、じゃあですね、本日の沖縄本島地方を現在ですね、はい、本日は、あ、これ週間天気予報だったね、ごめん、今日は25日月曜日ですね、本島中南部地方は北東の風やや強く曇り、波の高さ 2.5メートル、今現在の降水確率は 30% となっておりますが、明日火曜日26日、明日は、午前中降水確率がまあ 10%、 午後も 10% ということですので、まあそんなに激しい雨が降るっていう感じはしませんが、日中の最高気温は明日は28度と、まあ蒸し暑い感じにはなりそうですよね。はい、で気になる週間天気予報ですね、週末に向けて沖縄はどんな感じになってるんでしょうか。週の真ん中水曜日木曜日は、うん、曇りから曇り時々晴れと、しばらく曇り空が週末まで続きそうですね、土曜日日曜日30日にと31日日曜日はそれぞれ曇り一時雨と、日曜日が降水確率 50% となってますので、ちょっと週末に向けてまた少し、まあ梅雨っぽい感じ、うん、まあっていうか梅雨なんですけどね、梅雨らしい季節がしばらく続きそうです。では曲あったでしょうか。ありました。ではですね、先ほどの曲あったということなので、沖縄東中学校3年生竹西かのんさんからのリクエストソング曲紹介をお願いします。バックナンバーでヒロインよっ。人たち今流行ってますね。ああ、そうなの。わかる、みんなわかる。バックナンバー、ラーキン、セーブ、レベル、
スは何でかって言ったらゲス、ゲスゲスゲス、ゲスの極めですね。ゲスの乙女みたいな、なんか忘れてたけど2年生がトイレとかでかなぶんあのな、なんか一生懸命踊ってて あれじゃん、なんだっけなん、なんでも、なんちゃらなんかちょっとよくわからない。あ、そうか、効果の時ね。じゃあこの後効果を歌ってもらってからの夢トークにしましょう。はい、先生も歌うそうです。あ、いいですね、先生。あ、じゃあ入れます。何？怖い怖い。声が出なさそう。未来の右に、そうだよ、もうお願いします。はい、ツイキャスだ。本当だ。先生もうちょいよ。あ、うん、いい。先生ほら。先生はい。じゃあ一瞬。あ、ぴょっ。ああ。ぴょって。ぴょ。あ、ぶたかぶた。ぴょ。可愛い。キム先生。メールも見れました。うん、食べた。メール見れた。あと何個ぐらいでしょうか。1分20秒。はい、中学3年生か。何年生かな、これ。中学生の男の子って何年生？これは、バスケットやつか。あ、人はだんだんさ、カナンさんは何がいいですか？何がいいですかね。何がいいかな。ゆずはザだから起きと、ね、ザだよね。グリーンのオレンジで。グリーンのオレンジ。グリーンのオレンジ。グリーンのオレンジってどっちやねんだ。緑かオレンジか。どっちみたいな。そうだね、言われたね。さ、今度食べるんだよ。はい、お届けしたのは沖縄東中学校3年生竹西かのんさんからのリクエストソング、え、なんだっけ曲名。あのバックナンバーでヒロインです。バックナンバーでヒロイン、僕知らなくてね、おじさんも初めて聞きましたけどね。今こんなのが流行ってるんだなつって、先生も聞いてましたけどね。はい。さあ、今日はですね、3名で沖縄東中学校の校歌を歌っていただこうということで、3名です。すっかり忘れてましたけど、まだ時間あるうちに思い出してよかったです。はい、一応ね、先生の気合を上げるためにもですね、一つメッセージをまず紹介してからがいいのかな。はい、ラジオネームゆみっちゃおじさんから、2人とも声がいいから来年 FM 小座で番組してみたなという感じを持ってる子供たちで、息が楽しそうだよ。そして、あら、先生も美人ですねとメッセージが来ました、ね。そしてもう一方、沖東太郎さんからメッセージいただきました。沖東太郎、沖東太郎、沖東って呼ぶんですよ。沖東って呼ぶの。匿名希望の名前、本名書いてますけどね。言っちゃったね、今名前ね。大丈夫よ。ゆき先生、ラジオから聞いても綺麗な声ですね。生徒会、カナンさん、カノンさんも可愛い声で癒されながら聞いています。この後も沖縄東中学校20周年記念授業の盛り上がりもお伝えくださいと来てますね。では、校歌を歌っていただいた後にですね、その記念授業の話も聞いてみましょうね。はい、それでは、3人で歌っていただきましょう。はい、準備はもういつでも OK ですか。はい、はい、それではもうタイミングはお任せします。先生の指揮からいくかな。はい、ね、もちろんもちろん。ララーンからいきましょう。いやいやいや、そのままからいきません。いいですか。1,2,3 でいきましょうか。はい、はい、じゃあいきましょう。1,2,3。中上湾の日の光、学びの窓に輝きて、
未来の海に竿をかざし世紀を開く友集う若き命は勇み立つ輝く母校沖縄東中。ありがとうございました。決まりましたね。さすが音楽の先生と一緒にですね、歌うとまだビシッと決まりますね。決まりますね。ありがとうございます。さあ、ここで先ほどあのメールいただいていた内容で、沖縄東中学校20周年記念事業というのがあったんですね。はい。あるんですね、今から。あ、今からあるんですね。これはいつなんですか？今年やるってことなんですね。今年、はい、11月です。11月。そうなんだ、20周年ってことは、まだ言ったら、新しい方の学校かもしれないですね、20年ってことはね。そっかそっか。どんなことを考えてるの、20周年記念事業って。検討中です。検討中なんですね、はい、いや、盛り上がりをお伝えくださいってあるから、もうなんかすでに盛り上がってるのかなと思って気持ちは盛り上がってます。気持ちがね、はい、とても盛り上がってます。なるほどね。あ、いいですね。こういう記念のタイミングでね、このメンバーっていうのはまた何かのきっと縁かもしれないので、非常にいいタイミングで盛り上がると思います。なるほど。結構意外とこういうのって知らないもんでね、地域の皆さんもへえ20周年なんだと思ってる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。さて、あっという間に番組はあと10分ぐらいになってしまいました。ではですね、恒例のそれぞれの将来の夢目標を聞いていきたいと思います。まずは生徒会長の森田香南さん、はい、もう大きいですけれども、大きくなったら何になる？公務員になりたいです。出た、公務員。小学校の時も話したと思うんですけど。そうだよね、うん、はい、そうなんだよ。前回出た時はまだ6年生だったんだよね。そうです。あれからもう大きくなったもんでね、はい、早いわ、もう3年になるなんてね。公務員か、はい、理由はなんで？やっぱ安定してるっていうのが第一ですし。なるほど、うん、やっぱじゃあ将来の公務員は、うん、あ、どうぞどうぞ、ごめんなさい。必要とされてる存在じゃないですか、まあ、そりゃそうですよ。それでやりがいを感じるんじゃないかなって思います、ね、なるほど。いや、もう全然それでいいと思いますよ。ここまでね、はっきり安定しているっていうのもはっきりしてるし、まあその中でもやりがいがある、必要とされてるっていうのがですね、思いであるということは絶対いいと思いますよ。ね、イエーイ、校長先生、もう帰っちゃうの？早い。なるほどね、うん、ということは将来の旦那さんも見つけちゃおうみたいな、役所で見つけちゃおうみたいな感じ。その流れかもしれないですね。ちょっとそっか、じゃあひょっとしたら20代に家建てる系だね、これ。なるほど、わかりました。では竹西、今度はカノンさんに聞きますよ、はい、将来の夢教えてください。ディズニーリゾートのキャストさんです、うん、なるほど、はい。あそこはキャストって言うんだね。キャストはパーク内の、いるじゃないですか、いわゆるスタッフ。はい、スタッフ、うんうん、キャストって言うんだね、あそこはね、うん、面白いね。なんでそれやりたいと思ったの？小さい頃から、うん、もうディズニーに行ったら、うん、もう楽しくて、うん、もうこの時間が過ぎたら嫌だなとか思ってるぐらい楽しくて、うんうん、そうだよね、うん、だから、うん、その夢を与える側に回って、うんうんうん、初めて行ったディズニーランドって何年生、何歳の時だった、うん、早いらしいんですけど覚えてないんだ。6ヶ月とかって聞いたんですけど、うん、引っ張る、それは覚えてないよね。全然記憶なくて、3歳ぐらいの写真は見たことあります、うんうん、ああ、3歳のでも覚えてない。覚えてないだろうね。覚えてないですね、いや確かにそうなんで、うん、うちの次女もね、3歳の時にね、たまたま縁があってタイミングがあって連れて行ったんですけどね、うんうん、全然覚えてないですよ、うん、やっぱ覚えてない。ただただ泣いててね、うん、もうその時の長女がね、6歳ぐらいで、うん、その6歳でもお父さん疲れたもう帰ろうって、もう1時間しか経ってないの、かわいい、みたいなことがありましたけど。でも確かにね、ずっといて飽きないところだしね、楽しいところですよね、うん。ディズニーのキャスト、スタッフになるためにはどうしたらいいの？とりあえずいい高校に行くことですよね、うん、そうなの、はい、それ関係してくるのかな。関係しますね。ああ、そうですか、うん、ぜひぜひ夢を持っていることはいいことだと思いますので、はい、引き続き求めて、はい、ね、頑張ります、頑張ってください。そして先生にももちろん聞きますよ。将来の夢目標、先生の夢も聞かせてください。私のですか？はいはいはい。
毎日学校で笑っていられるように、うんうん、生徒たちといっぱい話がしたいですね。なるほど、はい、いいですね。個人的な目標は何かありますか？行ってみたいところとかやってみたいこととか。やってみたいこと、今は、うん、沖縄のこの組踊りとかを少し勉強したいなと思って、うん、その鑑賞に行ったり、うん、勉強したりっていうのがあるので、うん、これはぜひやっぱ沖縄にいるので続けていきたいなと思います、うん、なるほど、わかりました。組踊り、僕もまだ生では見たことないんですけれども、あの浦添に、あの浦添が作ったのかな、浦添氏が確か組踊りの映画を作ってるんですよ。あの映画で見せる、映像で見せる組踊りっていう作品をつい数ヶ月前に見に行ったんですけどね、面白かったですね。組踊り、組踊り面白いですよ、深いんですよね。組踊りって何ですか？あのね、ディズニーに勤めたいっていう気持ちがあれば、うん、こういう組踊りっていうのも見るといいよ。なぜならば昔組踊りっていうのは中国から外国から来る琉球国に来るお偉いさんとか、ね、あの商人の皆さんとか、うん、いわゆるキーマンが来るとき、偉い人たちが来るときのおもてなしのエンターテインメントだったわけ。検討したか。そう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 、おもてなしのためのステージをある方がオリジナルで作ってっていうところが、まあ、ルーツにあってね。だからそれを見るとまた何か見方が変わってくると思いますよ、うん、そうですね、うん、ぜひぜひ僕からもおすすめします。いいですよね、うん、あとね、だんだんハマってくるとね、眠くなるんですよね。すごい気持ちよく寝れたりするんですよ、ハマると。気持ちがいいっていう意味で、退屈っていう意味じゃないですよ。はいはい、いろんな楽しみ方があると思いますけどね。さあ、てな具合で、生放送で1時間やってきました。楽しかったですか？楽しかったです。あ、それは良かったです。ゆき先生も実はラジオ初めてだったんですかね。はい、楽しかったでしょ？はい、緊張しましたか。もう目についたと思いますので、またそのうちあのタイミングがあったらぜひ遊びに来てくださいね。メッセージはこんな感じかな。他にも来てるかな。あ、ツイキャスの方で来てますね。ラジオネームコージさんから、出た公務員いいねってメッセージが来てますよ。そして効果を歌った後かな、イミチョイさんから、拍手してますブラボーと立って拍手したそうですよ。スタンディング一人オベーションしたそうですよ。そしてイミチョイさんからもう一つ、空港で働く私としてはその美貌を生かして空港で働いてほしいんですが、うん、欲しい人材ですけれども、でも希望する仕事に就けるといいですねと、お二人にメッセージが届いています。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、生放送で1時間にわたってお届けしましたわらびんちゃん応援ラジオ PTA パート楽しくあいえな、本日のゲスト沖縄東中学校から音楽の先生榊原由紀先生、そして竹西香音さん、生徒会長の森田香音さん、3人に遊びに来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お別れソングはですね、森田香音さんからのリクエスト曲、曲紹介お願いします。グリーンでオレンジ。はい、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。来週のゲストは新しくなった沖縄市、ん？今日何日？25ですよ。そうそうそう、来週からもう6月ですよ。そうです、ね、6月です。6月1日月曜日のゲストは新しい役員が揃いました、沖縄市 PTA 連合会の、おじさんおばさんたちが来ると思います。そんな感じで毎週月曜日この時間やってますんで、来週もぜひチャンネル合わせて FM 講座を聞いてくださいね。わらびんちゃん応援ラジオ PTA パーッと楽しくアイエナー、この番組は沖縄市 PTA 連合会、そして殺虫剤のふまきらの提供でお送りしました。じゃあみんなでさよならしましょうね。せーの、さよなら。また来週。うん、ありがとう。うん、ありがとう。